はいどうも皆さん、キャシーと申します。本日はクリーバーというホラーゲームを遊んでいきたいと思います。このクリーバーというのは肉包丁のことを指すみたいですね。なんでこんなタイトルがついているのかっていうことですよ非常に楽しみです。ゲーム内容的にはあのリトルナイトメアに栄光ってなんだ、影響を受けたような内容になっているようです。早速やっていきましょう。しょっぱなから噛んじゃったよ。坊主の子供たちかな？なんで倒れた？あ、足が折れたのかな？なんで足折れたんだって話だけど。で、WSD。で、移動。シフトでダッシュ。スペースでジャンプ。ゆっくりだな。滞空時間長いタイプ。で、しゃがみはできないかな？しゃがみはなさそうですね。じゃあ、これをどかせばいいのか？ホールド。はい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 。うん。完全に、リトルナイトメアですね、操作感は。で？え？何？え？何あいつ？鳥人間？鳥頭ですね、完全に。これ、あれなのかな？自分たちは家畜で、その、なんだろう。人間と家畜が入れ替わったみたいな、そんな世界観なのかな。鶏、鶏っていうか、チャボっぽい、わかんないけど。なんかそんな感じがするな。小学生の低学年の時にチャボ飼ってたんですよね。学校で。なんかそれを思い出しました。いや、この姿で思い出すのもどうかって思いますけど。で？あ？なんだ？これなんかする？ああ、なんか持つ。何すんだ？これレバー、ん？これにつけんの？あれ？折っちゃった。え？なに？ちょ！リトルナイトメアですね、確かに。ちょっと待ってね。それをはめるのかと思ったけど、はめるとこないな。これあれかな？ここに落として、あ、折っちゃった。ま、いいや。これで止まるんじゃねえの？止まった。で？あいつがそれを修正しに行く？それに気を取られてる間に抜ければいいってことかな？走ったらダメだよな、多分。いや、平行移動してきた。ちょっと待って、全然ダメじゃん。ん？どういうことだろう？これを持つ、離す。え、ちょっと、なの？ちょ、待って。それ行って、待って。これ、行っちゃっていいのかな、じゃあ。あ、OKOK、行けた。これでいいんだな。で、また再開。裸になっとる。あの機械の中で何？服脱がせてんの？もっとやることあるでしょうよ。え、何？ホールドインタイム、何をホールドしようとしたんだ今。待て、ちょっと待って。なんで気づかれた？もっと急いでいけってことなのかな。しゃがみは勝手にするんだ。こん中行く？あ、なんか行けたわ、この下で。この下を行く意味は？あ、でも気づかれないな、こっちから行くと。で、ジャンプして、あれ、あー、これか。これ持って、乗っけてって、来とるやんけ。ちょっと待て。気づかれた？気づかれたっぽいけど。ええー、ちょっと雑すぎません？どう考えても捕まらないでしょ。待って。じゃあ、こっち行くのは、これさ、なんか当たったら死ぬんかな、これ。よく見えないけど。OK、抜けれた。急いでやった方がいいってことか、これ。これやって、で、離して、ジャンプ、オッケー！いけた！あー、もう完全に、リトルナイトメア感すごい。ただこれ、ちょっと待って。掴めた。オッケー。
肉包丁のマークが出るとセーブなのかな。で、え、なんで死んだ。待って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 、俺今なんで死んだん。え、待って、こいつその高さもダメ。嘘でしょ。ここは、あ、これは大丈夫だ。あ、上から一気に行くとダメなのか。うっさん、ちょっと待って、これは視点、あー、リトルナイトメアみたいに視点で先見たりできないのか。でしょ、しゃがめないじゃん。ちょ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 、待って待って、おお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 、どうすればいいの。待って待って、こっち抜けられる。あ、抜けらんないな。ジャンプでもいけないし、これは掴んで登るとかってやるわけじゃないのか。え、これ何をすればいいんだ。そのレバーか。ちょっとね、今の状態だと暗くてよく見えないんですけど、多分この上にレバーあるよね。ってことは、これ上に乗る必要があるのか。え、でも乗れなくない。これ見つかったらアウトでしょ。あ、でも気づかねえや、こいつ。あ、でも掴んでくれないな。掴んで登るっていう操作はないのかな。何をすればいいんだ。あ、ちょっと待って。あー、なるほど、これ登れるんだ。わかりづらい。で、あーってタイミング合わせて、いけっと。はい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 、オッケー。あー、それに合わせて豚も来てんな。え、いいのかこれで。あ、待って待って、なんか登れない。ん、ああ、登れた登れた。よいしょ。で、ここまで来て、ああ、そっちに行けばいいの。それとこのレバーはなんかやんないといけないのかな。あ、掴めた？あ、掴めた。おお、なんかできたっぽい。は？待って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 。どういうこと？なんで捕まった俺今。ん？ちょっと今のは疑惑すぎるでしょ。これはいいのか？いや、来るやん。え、どういうこと？もしかしてそれやんなくていいのかな？余計なことやってる？そんなこと気にしな。降りられないのかこれ。もしかして。ここからだと高すぎて降りると死んじゃう。あ、そういうことか。だから、これに捕まって、でも、あー、降りちゃうんだな。で、気づかれると。だから、これ、急いで。ちょっ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 ちょ、もうダメじゃん、もうダメじゃん、もうダメじゃん。あ、気づいてねえ。いや、気づいてないけど、俺もどうしようもないな、これ。俺もどうしようもねえわ、これ。しょうがねえ、捕まるか。はい。捕まる。で、ジャンプで、このまま走って中に入る。オッケー、間に合った。こういうことね。おい、こういうゲームのさ、主人公って結構高さに対する耐性があるっていうか、そこそこ高いところから降りても結構死なないんだけど、こいつは普通に死ぬな。スペランカーほどではないにせよ、割とやばいというか、やばいじゃないな。これは普通なんだけどね。普通の身体能力ですね。これはなんだ？これさ、人のマークついてるってことはさ、人肉で作ってるってこと？人肉のソーセージとかそんな感じなのか、これ。これで登って、で、あ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 、なんか来る？来ない？これ、ちょ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 、来るじゃん。危ない危ない。これは右側にある段ボールをどかして向こうに行けばいいのか。これをどかす。
あーダメだ、奥にしか行けないか。奥にあって、もうここ行っちゃっていいのか。いやでも行けないな、行けないわ。左側に行ってもしょうがないから、奥の煙ってる部屋に行けばいいのかな。なんで気づかないんだろうね、段ボールが勝手に動いてるのに。バカなんだろうなきっと。じゃあこれどかして、こっち行って、でこれ絶対、あ、塞ぐんだ。これで塞いで、で抜けちゃえばいいのかな普通に。オッケーオッケー。で何これ、あダッシュかな。見つかる前というか捕まる前にここを抜けろみたいな、そういう感じ。うーん、普通、あでもなんかボタンが、おおおお、あおおあと、おお、そういうこと。今ちょっと疑惑だったけど、ちょっと疑惑だったけど、まあいいや。オッケーオッケー。じゃあこれを抜けて、てかなんだろう、この手術着って言ったらいいのかな、病院とかでさ、言えてない、手術を受ける前に着る服みたいなのを着てるよね。調理される前だから、いやいや、それ意味が分かんないな。話がつながってない。でボタンがある、エラーって出てるな。これあれ押せばいい、ちょっと待って、でも登れねえな。あー、これ動かせるのか。動かして、でもちょっと待ってね、この前になんか周りちょっと見さして。死ぬんかい。それはさすがにスペランカーレベルやで。それはさすがにちょっとどうなの。手前側はない、こっち側は何もなさそうかな。あ、裏なんかあるじゃんこれ。うーん、いけない。隙間があるように見えるけれど、それはあれかな、気にしてはいけない大人のやつかな。こっち側とかも特にいけない、いけないですね。上に行くしかない。これ面白えな、階段駆け上ると死ぬってすげえな。あでも普通に歩くだけだと死なないわ、走って階段を下ると、あ死ぬわ。まあ階段下るっていうか落ちてるんだろうな普通に。じゃあとりあえずこれを押して、でこれの、でも登れるかこれ、登れないんだけどな。あ登れたわ。で、あ自動か、何を止めたんだ、監視システムを止めたのかな。あ終わった。あの家畜になってるところで抜け出して、ここの監視システムを止めたっていうような内容なのかな。てかもうずっと歩いてんだけど。ずっと歩いてる音が聞こえる、気になるこの歩いてる音が。はい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。これさ、これ掴めるんじゃね？あ、やっぱりそうだ。こっちのルートが本来正しいのか、もしかして。あ、来た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 。で、これ当たると死ぬから、これ。あー。じゃ、こっちから行く場合は、ダッシュ。ダッシュ。ダッシュ。オッケー。で？これ降りて、で、こう行けばいいのか。ちょ、ジャンプして。オッケーオッケー。なるほど。こういうルートもあるのか。